中国重型汽車集団は中国の貨物自動車メーカー。山東省、災難市に本社を構え、中国政府が所有する国有企業であり、中国国内での大型トラック部門におけるシェアは中国第一汽車集団、東風汽車集団に次ぐ第三位となる大型車両製造メーカーである。深圳証券取引所に上場する中国重機集団災難古墳有限公司、 香港証券取引所に上場している、レッドチップ銘柄となる中国重機運営講師を、子会社として抱える。中国重型記者集団は、中華民国の軍人、反復が1935年に開設した自動車修理工場が基礎となっており、1945年に、国民党行同物流本部兵器部405、記者修理工場へと名称が変更され、 1948年には中国自動車製造部品総合工場の組み立て場に変更が行われている。その後、災難自動車組み立て工場、災難自動車修理工場、災難自動車部品製造工場、災難自動車部品工場へと改名を経て、1958年に現在の前身となる災難自動車工場への改名が行われている。 1960年、中国重型汽車集団は、シュコダ 706RT を元に開発した、中国発となる大型トラック、コーがブランドとして、JN150 型ハットン積みトラックの製造を開始。1980年7月に、災難自動車製造工場は、災難自動車製造総合工場に名称が変更され、1983年には、 コンソーシアムとなる中国重型機合弁事業講師の設立を主導しており、翌年、オーストリアの貨物自動車メーカーシタヤ、ダイムラープフからシタヤ91シリーズの導入を行っている。1989年、現企業となる中国重型記車集団へと再編が行われている。2001年、中国重型記車集団は3つに事業分割が行われ、 災難の本社は中国中型記者名を保持し、三島省の管理下に置かれている。企業改革と再編によりグループは営業損失をなくし、継続的に利益を生む成長企業へと変化を遂げており、2007年11月28日、中国中型記者集団は、レッドチップ銘柄として香港証券取引所に上場し、上場企業は、 中国重機有限講師、シノトラックと命名が行われている。2009年、ドイツの大手貨物自動車メーカーであるマングループは、子会社であるシノトラックの一部を買収したことにより、マングループの技術が導入されている。また、ボルボグループとも協力関係にあり、シノトラックにおいては、大型、中型、小型のトラック製造だけでなく、バスや、それに伴う、 主要アセンブリの研究開発と製造も行っており、社会インフラの構築や建設、コンテナ輸送、物流、工業、鉄鋼、科学分野でのサービス展開も行っている。南米各地でも販売を行っており、これまでに累計で2000台を販売し、2013年、ブラジルのラジェスに3億ドルを投資した新工場の設立を行う。また、パキスタンでも地元自動車メーカー、 大新オートモービルズとの合弁事業により、パキスタン国内でトラックの製造を行っている。2011年からは、フィリピン国内でも地元ディーラーを通じて販売が行われている。子会社であるシノトラック香港のタイアン、語悦特殊車両では中国人民解放軍向けの軍用特殊車両製造を行っている。イヤー2018で展示されたハウティ 7H500 型、 トラクターシュタイヤー91車両号が JK シリーズ路線バス1965年式、号が JN150JN150 ベース JN162 ベース。ありがとうございます。